佳代子は毎日見舞いに来てくれた。俺には気になることがあった。それは足の感覚が全くないということだった。歩くことができないのであれば、バイクに乗れなくなるし、ましてや、佳代子とも結婚できるはずがない。こんな俺では、佳代子を幸せにできない。結婚なんてできない。俺は死んだ方がマシだ。日が経つごとに、俺はそう思うようになった。担当直入に申し上げます。事故によって脊髄が損傷してしまったため、これから先歩くことはできないでしょう。俺の恐れていたことが現実となってしまった。嘘だろ。俺の名前は高崎隼人、22歳。バイクレーサーをしている。小さい頃はバイク好きで、時間があればバイク雑誌を眺めている、そんな少年だった。周りのみんなからはバイクマニアと呼ばれ、バイクの知識は誰にも負けない自信があった。勉強はできなかったが、運動神経は良かった。いつかバイクに乗って、縦横無尽に走り回ってみたいなぁ、と、漠然とした夢を持っていた。中学卒業を間近に控えた三者面談で、隼人くん、中学校を卒業したら、どこの高校へ進学するつもりですか？俺、進学はしないつもりです。え？先生には言ったことはなかったけど、昔から俺バイクが好きで、将来はバイクレーサーになるって決めていたんです。お前それでいいのか？もしレーサーになれなかったら、中卒なんだぞ。今時中卒で雇ってくれるところなんてないぞ。大丈夫です。俺にはレーサーになれる自信があります。お母様はどう思いなんですか？私は、隼人の好きなようにさせてあげようと思っています。この子は勉強はできないし、レーサーになるためのやる気だけは誰にも負けてないように思います。お言葉ですが、無謀だとは思わないんですか？好きでもない勉強をして、好きでもない会社に就職するより、隼人には自分の好きなように生きてほしいんです。それに隼人は小さい頃ミニバイクレースに参加して、いつも上位の成績を収めていたという実績もあります。それにしても、俺の父さんも母さんも俺を応援してくれています。先生も応援してください。わかりました。隼人くんの人生は隼人くんのものですもんね。私もできる限り応援していきます。先生、ありがとうございます。俺はバイクレーサーになる決意を深めた。そして俺は中学を卒業した。俺はバイクレーサーになるため、プロライセンスを取得するところから始めた。これは講習会とサーキットを3時間以上走行すれば誰でも取得できるサーキットの免許証のようなものだ。このライセンスを取得すると、地方選手権や公認競技会、耐久レースに出場する資格を得ることができる。各地で開催されている地方選手権で上位の成績を収めると、各サーキットが発行している国際 A 級ライセンスを取得することもできる。この時点まで来ることができるレーサーは、才能のある
一部のレーサーに限られている。また、ここまで来ると、スポンサーがつくようになる。しかし、実際レースを行うにあたっては、ほぼ自腹で行う状況なので、これだけだと全く食べてはいけない。そこで必要なのは、チームに所属することだ。それまでは個人で活動していたが、所属レーサーになるというわけだ。全国にはたくさんの名門チームが存在しており、どこかに所属できればラッキー。また、相当才能がある人は、有名バイクメーカーが運営しているチームに所属できる可能性もある。ここまで来て、やっとプロの肩書きが得られるというわけだ。俺は早く一人前のレーサーになりたかった。そのため人一倍、いや何十倍もの練習に励んだ。レースが上手い人の走りを徹底的に調べて真似したり、自分に足りない課題を見つけては反復練習を行った。先輩、後輩問わず人からアドバイスをもらい、基礎を何度も繰り返し、体力トレーニングを欠かさず行った。練習をたくさんすることによって、少しずつ自信が湧いてくるのが分かった。練習は今までの自分を改善し、変化することへの繰り返しだ。変化することは、現状を維持することに比べてストレスがかかるため、楽しいことばかりではない。しかし、その苦しさから逃げることなくやった結果は、やっただけ自分に現れた。それを続けていると、少しずつ自分が思っている以上の成績が残せるようになってきた。俺は成績が伸びることだけを信じて、苦しい練習に耐えた。そして俺は、だんだんと小さな大会に出て、上位の成績を収め始めていった。そして、出場する大会も規模が大きくなっていき、厳しい練習の甲斐もあって、俺は二十歳でプロのバイクレーサーになることができた。大型ルーキー誕生とメディアにも取り上げられるようになり、俺にはファンがたくさんつくようになった。しかし、プロになってからの世界は、今までのアマチュアの世界とは、見る景色が全く違っていた。どれだけ強くアクセルを踏んでも、ものすごい速さで追い抜かれ、カーブを曲がる時も、相手はうまく俺のバイクをかわして、ぐんぐん抜き去っていく。プロになってからの俺のレーサーとしての勝率は限りなく無に等しいものだった。あんなに大勢いた俺のファンも一人減り、二人減り、最近ではいるのかいないのかさえわからないほどとなった。そんなファンの中に一人の女性がいた。笑顔の素敵なとても好感が持てる女性だ。彼女はレースを終えたばかりの俺の方へ寄ってきて、レース残念でしたね。また頑張ってください。と言うと、持っていたトートバッグから紙袋を出して俺に渡してきた。そして少し顔をあからめるようにして小走りにその場から立ち去った。レースで負けた俺は、ロッカールームで一人塞ぎ込んでいた。ふと彼女から何かをもらったことを思い出し、渡された紙袋から中身を出してみた。そこには大きなハンカチに包まれたお弁当と封筒が入っていた。封筒の中身を読んでみると、
私は一目見た時からあなたのファンになりました。よろしければお弁当を作ったので食べてください。これからもレース応援に来ます。西野佳代子と書かれていた。ハンカチをほどくと、プラスチックでできた二段重ねの弁当箱が入っていた。一段目にはご飯。ご飯の上には味付け昆布と梅干しが乗っていた。二段目にはおかず。ミニトマトとブロッコリー、ミートボール、ピーマンとナス炒めが入っていて、とても彩り豊かな弁当だった。紙袋の中には、お弁当以外にも、温かいお茶とおやつのクッキーが入っていた。腹が減っていた俺は、ありがたくそれをいただいた。弁当はとても美味しく、なんだか食べて元気が出てきたような気がした。それからは彼女はレースのたびに手作りの弁当を持参して応援に来てくれるようになった。彼女にいいところを見せるためにもレースに勝ちたいと思った。だが成績は全く上がることはなかった。俺がサーキットを後にするとき、大丈夫ですよ。また次がありますから。といつも励ましてくれた。そんな彼女の優しさに触れるたび、俺はだんだん彼女のことが気になり始めてきた。ある日、俺はいつものように応援に来てくれていた彼女に告げた。かよこさん、いつも俺を応援してくれてありがとう。今はこんな弱いレーサーかもしれないけど、これからどんどん成績を上げていくことを約束するから、俺と付き合ってください。はやとさん、嬉しい。私でよければ喜んで。俺たちは付き合うことになった。しかし、俺たちが付き合うのには問題があった。それは相手方の両親の強い反対だ。ある日、俺は佳代子の両親へ家に来るように言われた。俺は小綺麗な格好で佳代子の家に出向いた。玄関のチャイムを鳴らすと、インターホン越しに佳代子の声が聞こえた。ああ、俺だけど。いらっしゃい。玄関開いてるから入ってきて。玄関を開けると、そこには佳代子が立っていた。俺の見間違いだろうか。どことなく目が赤く腫れているように見える。佳代子は俺を和室へ案内した。待っててね。今、お父さんとお母さん呼んでくるから。ああ。俺は緊張していた。そして、和室の襖が開くと、佳代子の両親が入ってきて、敷いてあった座布団の上に座った。佳代子は俺の隣に座った。佳代子が座ると同時に、佳代子の父親が、ハヤト君って言ったかな。申し遅れました。高崎ハヤトと申します。これ、つまらないものですけど。そう言って俺は、用意してたお菓子の包みを渡した。これはありがとう。ところでハヤト君、君の仕事は何だい？バイクレーサーです。バイクレーサーね。バイクレーサーだけで食べていけているのかね。しかも君は中卒だというではないか。勝ち負けの世界なので、収入は安定はしていません。けど、僕はもっともっと強くなって、
たくさんの収入を得るつもりです。つもりって言われてもね、そんなこと誰だって言えるしね。それにバイクに乗ることは危険じゃないのかい？危険は承知です。覚悟はしています。危険な仕事と知っていて、自分の娘を付き合わせる親がどこにいると思っているんだ。父親の語気がだんだんと強くなっていった。その時だった。やめて、お父さん。ハヤトさんは必死で頑張っているのよ。ハヤトさんを否定するようなことは言わないで。大きな声で、佳代子は父親の声を遮った。佳代子、こんな男と付き合うのはやめておけ。それはお前のためでもあるんだぞ。私は、ハヤトさんと付き合うって決めたその日から、何もかもを覚悟したのよ。私たちの邪魔をしないで。さあ、ハヤトさん、行きましょう。佳代子は俺の腕を引っ張り上げると、その場から俺を連れ出した。俺にはもう後がなくなった。俺は強いレーサーになるために、さらに厳しい練習に打ち込んだ。体重を軽くするために絶食をしたり、長時間高温のサウナに入ったり、今の自分にできることはすべてやった。そうすると、だんだんと成績が上がっていき、大きな大会のレースにも出場できるようになった。俺は今年行われる一番大きな大会の前に、佳代子に告げた。佳代子、俺はこのレースにすべてをかける。もしレースで優勝したら、俺と結婚してほしい。うん。佳代子の目は涙で潤んでいた。そして数日後、レース当日、俺はバイクにまたがった。周りのバイクはブンブンとマフラーの音を鳴らし、エンジンの回転数を上げ、今か今かとスタートの合図を待っていた。俺は冷静だった。その時、観客席で応援する佳代子の姿が目に映った。俺は声を張り上げて応援する佳代子に向かって、親指を立ててグッドポーズを返した。スタートの合図とともにレースが始まった。全員が厳しいコースを攻めてくる。激しいデッドヒートが繰り広げられた。相手がインコースを攻めてこようとすれば、俺はそれを立ち塞いだ。カーブでアウトコースギリギリのラインを狙うバイクがあったり、一進一退の攻防が繰り広げられた。その時だった。左コーナーでインコースにいた俺のことを抜き去ろうと、アウトコースから来たバイク。その時、バイクが接触し、俺は路面へバイクごと突き飛ばされた。俺は救急車の中にいた。救急車の中に佳代子が乗り込んだのを見て、俺は記憶を失った。集中治療室での6時間の手術は終わった。医者から命に別状はないと言われ、佳代子は安堵してその場にへたり込んだ。目が覚めると佳代子がいた。佳代子は毎日見舞いに来てくれた。俺には気になることがあった。それは足の感覚が全くないということだった。歩くことができないのであれば、バイクに乗れなくなるし、ましてや、佳代子とも結婚できるはずがない。こんな俺では、
佳代子を幸せにできない。結婚なんてできない。俺は死んだ方がマシだ。日が経つごとに、俺はそう思うようになった。数日後、俺と佳代子のもとへ医者が来て言った。全身の至るところに骨折が見られますが、幸運なことに内臓の破裂などは見られませんでした。ただ、何ですか、先生。単刀直入に申し上げます。事故によって脊髄が損傷してしまったため、これから先歩くことはできないでしょう。俺の恐れていたことが現実となってしまった。嘘だろ。佳代子はベッドの布団に顔をうずめて泣いていた。それから何日か経った。俺は毎日見舞いに来る佳代子に言った。佳代子、もういいよ。俺たち別れよう。もう俺はバイクも乗れないし、佳代子にしてやれることなんて何もない。何言ってるのよ。私はいつもあなたのそばにいるわ。ダメだ。俺といればきっと君は不幸になるだけだ。佳代子は涙を流して言った。結婚しましょう。え？私はあなたとずっと一緒に生きていきたいの。どんなことがあったって。俺たちはベッドの上で抱き合い泣いた。佳代子の言葉が嬉しかった。その日から俺はリハビリを開始した。補助の手すりのついたスロープをほとんど手の力だけで進んでいく。倒れても倒れてもリハビリをするのをやめなかった。俺は佳代子と幸せに暮らすんだ。佳代子を幸せにするんだ。そう思うことでリハビリの辛さなど吹き飛んだ。何ヶ月も続けるうちに車椅子やトイレやベッドへの移動はできるようにはなったが、結局歩くことは叶わなかった。それから俺は区役所の募集していた障害者枠で電話応対や書類整理、データ入力などを行う仕事に就いた。佳代子の両親も安定した職に就けたことで二人の結婚を許してくれた。そして俺たちは晴れて夫婦になることができた。それから一年後、俺たちには男の子、ゆうたが生まれた。ゆうたはすくすく育ち、3歳になった。今のお気に入りはバイク雑誌を見ることだ。そして俺は、そんなゆうたとおもちゃのバイクレースをして遊ぶのが好きだ。きっとゆうたは、俺に似たんだろう。そんな俺たちを佳代子はいつも笑顔で見ている。人生は何が起こるかわからない。いいことかもしれないし、またその逆かもしれない。だから後悔だけはしないように生きていかなければならない。俺はこれからも一日一日を大切にして、愛しい家族と共に歩んでいきたいと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。